ただいまっとーわんこです。今回はモノマスターの11月増刊号の付録からスヌーピーデザインのしっかり座れるチェアをご紹介したいと思います。この付録は普段はコンパクトに畳めて、使うときはこんな感じに展開します。椅子に座るのもよし、ちょっとしたものを置くのもよしと便利なチェアです。この便利な付録をレビューしてみました。動画が良ければいいねやチャンネル登録のほどよろしくお願いします。開封している間に注意事項です。今月号のモノマスター11月号は通常号と増刊号の付録違いの2種類があり、それぞれ付録が違います。通常号はスヌーピーデザインの万年筆セット、そして今回ご紹介する増刊号はスヌーピーデザインのしっかり座れるチェアです。違うのは表紙と付録が異なりますので、間違えて購入しないよう気をつけてください。さて、中から付録が出てきました。今回は説明書がついていますね。初見ですが、大きな布製の筆入れやちょっとしたポーチを彷彿させます。早速ファスナーを開けて中を見てみますと、おもむろにごついフレームが出てきました。こちらフレームのジョイント部分をつなげて全て展開してみますと、こんな感じとなります。コンパクトかつ座り心地が良さそうですね。パイプ部分の広がりをこのカバーで押さえている感じです。カバーも結構丈夫そうですが、座るとなるとどうなんでしょうか。以前ワンコは他の雑誌で似たような付録をレビューしました。この時は座れずに椅子をオーバーキルさせてしまいましたが、このチェアは座れるか少し不安です。あ、80キロ制限があるか、ちょっと無理ですね。まずはサイズ感ですが、雑誌と比べるとこんな感じ。ちょうどフレームと雑誌がほぼ同じくらいの幅となります。ただし高さはモノマスターのロゴ半分くらいの位置まで来ています。実際のサイズは幅 24.5cm、 奥行きが 26.5cm、 高さが 25cm。また折りたたんだ状態だと縦 26.5cm、 横 11cm、 厚さ 6cm となります。そして気になる重さは約 530g。 素材はフレーム部が鉄、またカバー部分がポリエステルとなっています。では詳しく見ていきましょう。まずは雑誌から。モノマスター2024年11月増刊号、付録名がスヌーピーデザインのしっかり座れるチェア。雑誌の表紙には組み立て簡単としてチェアに関するポイントがいくつか紹介されています。また雑誌の付録紹介ページではチェアのさまざまな使い方や畳み方などが詳しく解説されています。最初は収納方法がちょっと面倒なので解説付きはありがたいですね。では本体を詳しく見ていきましょう。本体のチェア上部、座布部分にはハバーシート、席についてと英字で書かれ、スヌーピーが座っているイラストがあります。ちょこんと座っているスヌーピーが可愛らしいですね。そしてファスナー周りは全体的にしっかりと縫われており、ほつれなどは見当たりませんでした。そしてチェアの肝であります座布の裏側部分も荷重による引っ張りで糸がほどけるような感じはありませんでした。しっかりと縫われていますね。生地はザラザラしていますが、切れにくい素材のようで破れるような心配はなさそうです。ファスナーにはハンドルがついており引きやすくなっています。根元から約7センチほど。
また反対側には引っ掛けられるストラップもあり非常に便利ですね。ちなみに長さは約13センチほどとなっています。フレーム部分は鉄でできており、太さは約13ミリ。この太さで体重を支えます。耐荷重は約 80kg と体重制限があります。このチェアもオーバーキルしそうです。フレームが交差する中央にはリベットが打ち込まれており、ここには重さがかかるので重要な部位、強度がありそうですね。そのフレームの中には黒い糸ゴムが入っているので、フレームがどこかに行ったりすることはありません。そのフレームを外してひねるとコンパクトに折りたたむことができ、さらに座面の部分が収納ケースに早変わり、収納ケース兼座面の便利なチェアとなっています。次に水濡れテストをしてみました。雨に降られた手で座面部分を霧吹きで濡らしてみますと、残念ながらすぐに染みてしまいました。どうやら防水性はなさそうです。こちらタオルで拭いて改めて裏面はどうでしょうか。裏側の方にも霧吹きで水をかけてみます。こちらも変わらずに染みてしまいました。なので濡れないようにビニールをかぶせたりした方が良さそうですね。では実際に座ってみました。耐荷重は 80kg なのですが、ワンコの体重はそれ以上、おっかなびっくりで座っています。ギシギシと音はしますが、しっかりとフレームや座面が支えている感じがしました。 80kg 以上あるワンコの体重でも一応座れるようです。ただ耐荷重以上なのでチェアが支えきれなくて破損し転倒する恐れがあるので、ワンコが日常的に座るのは諦めます。むしろ足を乗せる夫代わりにしたり、ちょっとした本や小さな机代わりに使用した方が良さそうです。ちなみに他種の付録で恐縮ですが、シートを倒してチェアを使用してみると夫代わりに足が伸ばせてゆっくり休むことができます。あるとないとでは大違いなので、ぜひ皆さんもやってみてください。これは便利ですよ。男性誌なので男性が購入することが多そうですが、耐荷重制限もあり体重のある男性が座るのはちょっと厳しいかもしれません。座る以外の目的でオットーやちょっとしたものを置くように使用するなら非常に便利なチェアになりそうですね。全体的に 530g と軽く、またストラップもついているので持ち運びにも便利、重さを感じさせない作りで、収納もコンパクトに畳んでバッグなどに入れられるのも魅力の一つです。モノマスター11月増刊号、スヌーピーデザインのしっかり座れるチェア。体重のある男性にはちょっと厳しいですが、本当にしっかりと座れるチェアでした。